はい、こんにちは、しあすかです。今回は気を整えて夢を叶える、整理術という本をご紹介したいと思います。著者は苫米地秀人博士ですね。まあ、気っていうのと、まあ、夢を叶えるっていうのと、まあ、何が関係があるのかっていうことなんですけれども、まあ、今の21世紀はですね、アイデア勝負の時代なんですね。で、資本主義の資本っていうのは、まあ、お金なんですけど、じゃあお金をどこで生み出すかって言えば、まあ、簡単に言ったら脳なんですね。っていうのは、その手足で稼げる金額っていうのは、人によってもそんなに差はないわけです。どんな人が働きに行ってもですね、人から雇われて働きに行っても、その手足、いわゆるその肉体労働的なお仕事っていうのは、その収入に差がないっていうか、差をつけることはできないわけですね。どんな人も同じような仕事しかまあできるようにならないわけです。で、じゃあそれ以上に、その人が労働収入から得られる、収益よりも、もっと上の、収入を欲しいということであれば、じゃあもうどこで稼ぐんですかって言ったら、脳で稼ぐしかないわけです。人っていうのはそこでしか差がつかないんですね。で、脳から生まれるアイデアが結局、人に価値として提供されて、でその価値を受け取った人たちからお金を受け取れるっていう、まあ、循環で、そのスタート地点っていうのは脳なんです。だから脳を鍛えて、脳で今まで自分の中に入れた情報や知識を組み合わせて何かアイデアを出し、そのアイデアを形にして社会に提供するっていう流れで、最初のその脳から生み出されるアイデアの質、これは0から1で生み出す必要はないんですけど、世の中にあるものを組み合わせて生み出すっていうことがほとんどなので、0から1で生み出す必要はないんですね。例えばラーメンっていうのが存在した時に、そのラーメンに味噌を入れてみた人がいたわけですよね。だからラーメンに味噌を入れたっていう組み合わせで味噌ラーメンが生まれたとか、ラーメンにバターを入れてみてバターラーメンとか、そういうふうにその組み合わせでアイデアを出していくっていうのが、その21世紀の脳の使い方であり、そのアイデアなわけです。で、そのアイデアが、いいアイデアが生まれるっていうのはですね、その人がいい気分、いい感情の状態の時しか出てこないんですね。いわゆるそのリラックスしている状態、その脳の中で、リラックスな状態が作れている状態の時に、いいアイデアっていうのが生まれるわけです。で、最初に出たアイデアっていうのが、そのビジネスの種になるわけですけど、種がダメだったら、どうやったってダメなんです。だけど種が良ければ、あとはそれに水をやり、日光を当てて肥料をやっていくことで、いい結果が得られる。その最初の種っていうのを生み出す時に、その自分の気分とか感情っていうのがものすごく大事になっていくわけです。だから自分の家とかその職場っていうのの、その木っていうのを整えることが、まあ、夢を叶えることにつながっていくっていう、まあ、そういう流れなんですね。で、この本で私が唯一この本だけで学ぶことができたっていうのは、その他の本には載ってなかったのに、この本での学ぶことができたっていうのは、その物を捨てる時の基準っていうのがここに書いてあったんですね。で、普通の人はですね、古いものを捨てて新しいものを残すっていうふうに考えるんですけど、木っていうものから着目するとですね、博士が言うには、古いものだったとしても使ってるものは役に立ってるから木がいいんだと。逆に新しいものだったとしても全然使ってないものは役に立ってないから悪い気を発してるっていうふうに書いてるんですね。で、この物を捨てるとき、残すときの基準に、使ってる使ってない、社会的に役に立ってる立ってないっていう、この基準を私が知ることができたのはこの本だけです。なので、一見木とか片付けとか整理っていうのと夢を叶えるっていうのはつながりがないみたいなんですけれども、実はあると。まあ、気候とか風水的な視点からですね、その東洋のその目に見えない部分からのアプローチっていうことで、その夢を叶える整理術っていう本になっています。
まあ、どちらかって言ったらですね、女性向けっていうよりは男性のその、論理的にですね、片付け整理とその夢を叶える形の、因果関係が知りたいっていう方であればですね、おすすめしたい本というふうに言えます。もし、この本に、ご興味ご関心があればですね、この動画の下に URL がありますのでクリックして、本の中身をご確認いただければと思います。はい、今回は、気を整えて夢を叶える整理術ということで、苫淵秀人博士の本をご紹介させていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。あなたのコーチ、白坂慎太郎でした。